河野克俊前統合幕僚長。民主党政権時の尖閣対応を暴露、がネットで話題。内容はこちら。河野克俊前統合幕僚長が、民主党政権時の尖閣対応を暴露したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。河野克俊前統合幕僚長は、16日、東京都内で講演し、旧民主党政権を念頭に、中国海軍の艦艇が接近した場合は、海上自衛隊の護衛艦は見えないところにいろと言われた、と明かした。これはひどい話ですよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。沖縄のデニーと同じだな。玉城デニー知事も記者会見で同じようなことを話していましたね。次はこちら。知ってた速報。未だに民主残党が生き残ってる事実に腹が立つ。分かってはいたが、完全に売国やんか。元民主党議員はこの件について何か見解を発表しないのでしょうか。次はこちら。絶対に政権渡さない。票入れたことないけど、改めて絶対入れない。だから極左政党に政権を渡してはいけない。同じ過ちを繰り返さないことが大切ですね。最後はこちら。まさに悪夢。その当地の自衛隊の方々や官僚の方々は相当苦労したでしょうね。国民でさえトラウマになるくらいですから。結論。尖閣諸島問題は日に日に悪化しています。中国公船は現在70日連続で尖閣諸島周辺への領海侵入を繰り返しています。それはこれまでの日本が弱腰姿勢だったからこそ生んでしまった負の遺産です。この状況を打破するために日本は何をすべきなのか。それを真剣に考えていかなければ確実に尖閣は取られるでしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。